はい、こんにちは。J1BGT です。2024年5月22日水曜日です。今ね、小山代理公園に向かおうとしています。多摩ニュータウン通りで、ね、小山代理公園に、ね、曲がる。左側に多分出てくると思うんですけども、以前ね、一回5時閉園っていうか、5時に駐車場が閉まっちゃうはずなんですけども、5時ちょっと前に、ね、来てね、ギリギリアクティベーションしたってことがあったんですけどもね、今日はギリギリではないので、ね、先に来てやろうかなと思ってます。はい、ここで入れば OK だと思います。9時から17時でね、17時に施錠、ここね、閉められちゃうんですよ、ちゃんと。というのがあるので、ちょっとね、めんどくさいとか。ですね、はい、到着しました。そうね、これを使うと思ってるんですね、これね。これとね、テストです。はい、こんな感じですね。はい、まあこんな感じですね。じゃあちょっとつけていきますか。ここね、ちょっとね、今小山代理公園に来てるんですけども、このね、駐車場の位置、ここら辺だと思うんですけどね、これね、八王子になるんですよ、なんかね。PM95 ですね、95。まあ、町田市と、1010と、ね、ここね、今この位置が、まあ、ここら辺になって、まあ、この辺りなんですけどね。PM95 クイーン、オスカですね。クエベックオスカですね。QO というのは一緒ですね。8桁だとずれるだけですね。ただ、八王子になるんで、ここね、形式上ね、難しいですよね、これね。大山代理公園、このどっちだろうな。っていうところがちょっとあるという感じですね。じゃあちょっとね、FT8 からやりましょうかね。FT8 をね、やっていくことに。あれ、コンフィグレーションずれてるの。あ、ラムログ立ち上がってないから。僕の場合ね、ラムログ立ち上げないと動かない仕組みになってるんですよ。ラムログがね、直接ね、コントロールできる仕組みになってますね。はい。あと、グリッドトラッカーもね、動かさないとね、ログが連動しないというね、謎仕様なんですけども、一応こんな感じでやっておりますと。はい。これ、あ、消えた消えた。はい、隣が映ったんで大丈夫かね。はい、こんな感じでね、なると思います。こういう風にやって、今、こうなってますけども、7041。はい。これで、メーターですね。この形で今ね、できるかな。なってますね。ちょっとね、最初、これじゃないです。こんなちょっと、CW 出した。5W にしていきましょうかね。5W ね。CW ではないですね。プリセットで FT8。こんな感じでやってますけどね。まあ、これ普通の AF ゲイン、音量ですね。ボリュームはこうやって落としていて、まあ、実際このね、RF ゲインの方で、まあ、こちら見てね、だいたい6、あ、ちょっと、なんかすごい強力な電波が来てるな、どこだ。まあいいや、とりあえずね、こういう感じで、ね、動いてるんでね、これをね、まあ負けずとやっていくことにしましょう。はい、下に出ますか。これ300ぐらいでね、ここまで出て、ね。で、ここで基本的には、TX6 ですね、TX6 のところですね、これに、CQ ポーター。これでね、出していけばいいはずです。イーブンではなく、オートでね、出すことが多いです。これでちょっとね、出していきましょうか。はい。どうでしょう。今こんな感じです。SWR 1.2 から3ぐらいですかね。こんな感じでね、出てる状態だと思います。今 5W で出てますね。はい。で、これで、見ながら、ここにね、打っていくと。
アズアパークってことでね、7041、ここどこだっけ、 JP の小山代理校 1262、 JP の1262、はい、FT8、 はい、これいいかな。はい、これでね、J1、BJT、これ入りましたね。はい。今ね、出てる曲がね、7メガ CW、10メガ CW、7メガ FT8、ちょっとこれ来たな、どうだ。誰かに呼ばれた。ポータの方ですね。ポータ局に呼ばれましたね。はい。こんな感じになってますね。これでね、ちょっとね、やっていけばいいんじゃないかなと思います。アクション株なんでね、画面映んないと思うんですけども、今日雑談的な話をしながら FT とやっていこうと思います。今ね、やってるのは小山代理公園です。7メガ7041で出ていますね。はい。RR73 もらってね、はい、これでね、ログで売りました。僕の場合はこれ、連動させてるんで、WSGTX のね、このログの画面をポンと OK ってやると、グリッドトラッカーとかとね、連動してるんですけども、ラムログ NG っていうとね、こちらの方に、こう、連動して、ここに針を貼ってます。ここがね、引き継がれる QSO ノートってところに WSJTX のコメント欄が入るようになってます。で、これで、送信しとこう。入った。ちょっとね、なんですけど、こんな感じでね、自分で CQ ポート出すようにしてます。で、なかなかね、見づらいと思うんですけども、自動シーケンスで、やってますと。基本形。で、これ CQ ファーストって言ってね、先に呼んできた曲、複数呼ばれたら先に呼ばれた時間的に早い方をピックアップするっていうね、指定でやってます。TX6 に CQJA1 BGT PM95 ってところにポータっていうのね、つけて出してます。まあ、こんな感じですね。で、これでね、どうかというのを見ていきたいと思います。で、これで、画面がね、13インチでね、狭いんでね、こういう見せ方してますけれども、普段見てるのはこの WSGTX の画面です。あとは、ネットワークにテザリングでつないでいるんで、このグリッドトラッカーのですね、この画面がね、あるんですけども、グリッドトラッカーで何が見えてるかっていうのがね、ここにね、出てくるんですね。これね、ポータをね、出してるんでね、ポータ局が出てると、このね、ポータ局ね、ピンクでね、スポット情報から拾ってきて、ここにね、公演番号が出たりするような仕組みになってます。今ね、どこからば、JA5、まあ、ちょっとね、実際どこだ、PM74 ってことは、本当の J5 なのかな。はい、もらってます。次来てますね。で、今ね、送信中です。赤いボタンがついて送信中です。この15秒のね、バーが進むまで送信中なんですけども、ここでね、先に送信許可ってやっとくとね、次 TX6 で、自動的にね、CQ 出していくと。今、こちら自分でね、黄色の方ですけども、ラージャーラージャー73って送ってるんでね、相手側は多分73送ってくると。で、自分は次のターンで CQ を出していくと。こういう流れでね、FT8 は普通にね、行われているんだと思います。これはなとってもいいと感じですね。で、それでこれをやりながら、他の曲が見えてるかどうか。呼んでる曲が見えるってことは、自分が同じターンで出ちゃってるのかな。まあいいや、ちょっとね、よくわかんないですけども、この JR4HDU 曲がね、多分出て、アゲオ運動公園から出てるんだ。ちょっとこれで他の曲から呼ばれてますね。JF1 曲ですね。呼ばれてますね。これ今、1、2、3曲目ですかね。今3曲目呼ばれてます。はい。で、これをやりながら、まあ、やってることっていうのは、だいたいこう、ツイッターとかですね。ツイッターに自分であげることが多いですね。はい。ツイッターにちょっと送っときますかね。7041。これちょっとね、送信中はね、フェイクっていうかね、このずらしてるんですよね。半走波って出てないんですけど、半走波の位置をね、ずらして、キャリアをずらして、下にするとね、下の方もね、うまく出るっていうのがあってね、
という形でやってます。あ、来ましたね。これ3曲目。はい、次もう一回送信許可でやっとくと、R3、あ、次呼ばれてますね。はい。呼ばれてるので、次に、4曲目という感じになります。じゃあちょっと、これを、今ね、ちょっと言ってますかね。ツイッターに送っときますね。一応これね、ツイッターに。で、これでやってるんですけども、まだ、まあ、2回なんでね、全然大丈夫なんですけどね、こう下に被ってる曲とかいますよね。で、ちょっと一旦ね、そういう時に止めてみると。これ手動でね、呼ばれたらこう、ダブルクリックするとね、こうやってね、メッセージ生成して TX でね、返していくんで大丈夫なんですけどね。これでね、今4曲目から5曲目ちょっとこう見ないといけないんですけどね。1、2、3、4、今4曲終わってるんで、今これ更新してるのが5曲目ですよね。で、まあ雑談的に話をすると、WSJTX 自体もログファイルっていうのが必ずできてて、それってそのままズバリの ADIF なんですよね。その ADIF ファイルなんですけども、特に区切らなければずっと継ぎ足し秘伝のタレで、前の日以前のものもね、全部 ADIF ファイルにね残ってる形になるんですね。でポータでやる場合はそれを切り取ってね送ればいいので、まあ自分で後からね切り取るって方法もありますし、まあ、公園に来た時に ADIF ファイル自体をね、新しい名前で登録し直すとかね、っていうのもあると思うんですけども、あ、ちょっと今、ごめんなさい。話してたらね、リトライでもう一回来ちゃった。はい。ちょっと今ね、10W に増力します。10W ってね、5W から 10W。ちなみにね、これ、知ってる人は知ってると思うんですけども、デシベルで言うと、5W と 10W って2倍なんで、2倍って3デシベルなんですね、電力で言うとね。3デシベルアップするだけでしかないんですけどね、倍かけてもね。まあ一応これで、あ、来た方。ごめんなさい。ちょっとね、もう話をしてるとダメですね。5曲目終わって6曲目呼ばれたやつをね、今手動で呼びました。ちょっと時間ずれてるの分かります?本当は15秒なんだけども、23秒、8秒遅れで送ってるんでね、これね、向こうで取れてるかどうかわかんないんですが、もしかしたら取れてるかもしれない。どうなるか。あ、取れてますね。ラージャーできますよね。だからこれね、送信するのが遅れて、半分ぐらいしか遅れてないんですよ、実際信号は。だけど、それでも向こうでね、デコードがね、できてしまうと。それが FT8 のものすごくすごいところなんですよね。で、これはね、FT8 のプロトコルがどうなってるかっていうのをね、勉強するとね、多少理解できるようになると思うんですけども、普通の人は、なんかその15秒の間で、なんか15秒全部使って、JA1、BJT とかって送ってるっていうふうに思ってるかもしれないんですけども、実はそうではないんですよね。それがね、ものすごくね、技術的にはね、なんか言われてみればそうなんですけども、面白いと思ってやってます。だからこういうようなね、運用っていうことがね、できるっていうのは、実際やってれば気がつくと思うんですけども、FT8 のベテランの人でも、なんとなくね、ここのあたりがね、分かってない人が多そうな感じがして、結構自分では気になってることがあります。今、ここ難しいんですけども、JG1GUW という曲ね、更新がありました。その前に、JK1GHZ から呼ばれてるんですね。今、送信が終わったんで、次のターンね、これ。これをピックアップしておきます。そうすると、この曲と他の曲が呼ばれても、この曲ね、もうすでに自分で変身するリザーブが入ってるんでね、飛んでいくと思います。はい、これで、いってると思います。まあ、このあたりね、話をしだすとね、長くなるんですけどもね、本当はね、これ画面、ちょっと今日録画しないんですけどね、画面の方を録画しながら、解説した方が本当は分かりやすいかもしれないと思ってます。今日ちょっとね、そこまで余裕がないんでやってないんですけども、そんな感じでやってます。今 10W 送信にしてるんでね、少しは飛びが良くなってるはずです。
今日見てませんけども、PSK レポーターとかね、そういったものでね、見るといいんじゃないかなと思います。今これ、1個前で呼ばれてたやつにね、返事してるんですけども、もしかしたら他の更新に行っちゃってるかもしれないんで、どうしようかなっていう時はね、2回呼んでるんですけど、次に TX6 にね、1回切り替えるって方法もあるんですね。何もなければ CQ 出します。呼ばれたらそっちに、返信しますみたいなね、感じになります。はい、これで、ね、CQ ポターに戻しました。まあ、こういうあたりっていうのは半自動でね、やってるんで、自動シーケンスでやってるんですけども、手動でこういうコントロールしていく必要があるという形になります。なかなかね、難しいんですよね。 FT8 もね、こんなことやってますけども。はい、でこれで今がどうなったかっていうと、1,2,3,4,5,6,7、7更新できてるんで、あと3曲ですね、呼ばれれば OK です。呼ばれました、1曲ね。はい、3エリアからですね。はい、これが8更新目ですね。今これ更新してますけども、向こうから呼んでくるときに PM74 ってね、グリッドロケーターつけて TX2 で、向こうの TX1 ですね、で送ってきてるんで、こっちは TX2 で、それに対して、自分が受信した信号強度をつけて、プラス03って形でね、RS レポート的なものをね、次送るとなります。で、それに対して向こうが、ラージャー、了解しましたに、信号、送ってくると。で、そうするとこちら側は、ラージャー73で、これで一応ね、こちらがもうログ入れてます。もう終わってるんでね、次の送信許可入れときますけども、次ね、多分ね、赤でね、73って最後のが来ると思います。来なかったら自分でね、そこダブルクリックしてね、再送したりするんですけどもね、そういう感じでいきます。はい、今これでやってるんで、次に呼ばれた、先ほどの JK1GHZ 局ですね、もう一回呼ばれたんで、それに対してね、返事してます。これで9局目かな。はい。というような感じでやるという雰囲気になっております。今日ね、お手軽でできるからということでね、HF40CL ダイヤモンドアンテナの斜め側のモビホとしては一番長いものですね、調整ができないタイプのものを持ってきています。それに、マグネットアースですね、これもダイヤモンドアンテナですけども、まあ、多分一番お手軽だろうということでね、それでやってます。ちょっとどうかな、呼ばれてね、こっちで返してるんだけど、向こうから来ないというのは、うちの信号がダメなのかもしれない。ちょっと一回待つ。あ、来た来た。R15 で来たんでね。はい。じゃあ大丈夫ですね。これね、いろいろあって、向こうの信号は見えてるんですけども、こちらが送ってる信号がね、向こうが取れてないっていう場合は、自分が送ってるのってね、自分が送信してる間ってね、自分がね、どうなってるかって見えないんですけども、そこに他の局が被ってるかもしれないんですね。ということで、ね、一旦ここでね、ちょっとね、待ってみますね。これで今、受信をしてるんで、ああ、ダメですね、またね。はい。マイナス15で来てるんですけども、リターンがね、うまく、こちらの信号が僕は取れないという感じかもしれないです。でも向こうの信号は強いんでね、次ちょっとこれしょうがないな、一応これオンフレ、向こうのオンフレに飛んでみましょうかね。もし来なかったら向こうのオンフレ、あ、来ました来ました、大丈夫だ、73来ましたね、大丈夫です。じゃあね、ここでね、ちょっとね、違う技やりますね。はい、こっち行きます。はい、これでね、周波数ずらします。今これで見ますけども、何個かな、1,2,3,4,5,6,7,8,9。あ、出てますね。ちょっとここでね、ずらした状態で、RBB さん出てますね。これ呼びにしましょうか。これをね、ちょっとね、RBB さんがね、出てるんでね、ちょっとこれ、呼んでみますか。はん、あ、こっちだ。こっち出てるの、こっち行っちゃった。まあいいや、これで、あとここで一つあるのは、この TX1 をね、ダブルクリックしとくんですよ。そうするとね、TX1 スキップして2から送るんですね。PM95 っていうグリッドロケーターをつけないで、相手の信号ですね。これをね、まあ最初に受信したのがマイナス8なんですね。マイナス8で送っているんですけど、こんな感じになります。ちなみに、RBB 局は、他の局をね、
呼んでリターン出してるんですけども、まあ、ちょっとねそこにかぶせちゃった、かぶせちゃったとか、でも次呼んじゃって申し訳ないんですけども、次ねこれで、あダメだ止めよう、これ別に止めなくてもいいんですけども、もしここねかぶせたら申し訳ないんでね止めるっていう感じですね。 JR7 この曲に R-2 ってやってるんですけども、これがね、違うとこに行ったら、次のステップに行ったら呼んでもいいのかなって感じですね。で自分のとこだとね、さっきいた場所もね別に被ってはいないように見えるんですよね。これ一応こうワイドグラフで見ていて、自分のとこの写真、あなんか飽きた、はい、はい、来ました来た、ありがとうございます。話をしてる間に、ね、呼ばれましたね。これ呼んでたのがね、向こうにはね見えてるんで、コールバックいただいた形ですね。どうもありがとうございます。で TX1 スキップして TX2 で呼ぶと、向こうが TX3 でねこう返してくれて、こっちは TX4 で RR73 をバンとこちら側がこれを出す形になって、向こうが一応ね73をね、はいこれで終わりです。ちょっとで、ね、短縮されるんですよ。だからそのポーターとかの場合は、まあ、TX1 スキップ、ね、グリッドロケット送るなしでもね、まあいいんじゃないかなというふうに思ってます。あともう一曲出てるんでね、あ、HDU 来てますね。はい。ここ、これがあるんでね、これに対してね、呼んでみましょう。HDU、ここのあたりいますね。で、あ、呼んじゃうかな。まあいいか。一回ちょっとこう呼ぶ。まあ、これをね、やらないっていう人もいると思うんですけども、さっきみたいに、先に読んどくと、一応こう、向こうのリストに載るんでね、向こうのこれ載るんでね、一応最初一回読んでもいいかなと思ってますね。かぶってたらごめんなさいって感じなんですけども。このあたりね、いろんなことを言う人がいてね、どれが正解っていうことは実はないです。で、一番重要なことは、僕がね、他の人に声を大にして言いたいのは、こうワイドグラフがあるんですけども、ワイドグラフで見えるのはあくまでも自分の環境ですね。自分のいる場所のアンテナと無線機で受信ができているかどうかだけなんですね。あと設定次第で通常は200か300ぐらいから3000ぐらいまでの間をワイドグラフで表示させて、なおかつその間を無線機的にはフィルターでね閉じないようにそこを受信するようにしていればいいんですけども、これがね狭い人とかパソコンの性能が低い場合は、自分のその出しているところの周囲だけしかねデコードしないとかね、いろんなことが設定で変わってたりするんですね。で僕は混んでる時は3000より上で呼ぶとか300より下で呼ぶとかってことをすることが多いんですけども、それを何回かやってもどうにも箸にも棒にも引っかからない場合は、相手局はそこは見てないっていう可能性が出てきます。通常はね見てないっていうよりも、自分の見えないところで相手局から見ると、自分の出している DF のところにもうちょっと違う強い局がいて、まあ自分の信号がね消されてしまってるってこともねあるんでね、何とも言えないんですけどね、そこはね本当に分かんないんですよね、こればっかりは。でちょっとね今これやってで今ラージャラージャラージャですね、これに対してこうやって打ってるんですけど、行くかどうかですよね。行かないかな。おお、なんかダメっぽいですね。自分がもしね邪魔してたら申し訳ない、ちょっと止めますね一回。で逆にちょっとこちらのね、低い方の DF に移ってやってみましょうかね。これはもうこうやってシフトをしながらポンとやるとね、こうやってね、なるんですけども、こんな感じで見えたらやっていこうと。JR4HDU ポータブル P 局に見えなくなっちゃったかもしれないですね。次見えたらね、やりたいんですけどね。じゃあちょっとこれで、ちょっと今ね、状況見てますけどね、どうでしょうね。まあ、グリッドトラッカー見てて、これで、どうもダメっぽいので、ちょっとここで、もう一回 CQ ポーター出していきますか。ちょっとね、イーブンになってますけど、イーブンでね、出していきましょう。これでね、今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
これで今10曲は割ってるので、一応ここで、アクティベーションはね、できたっぽいんですね。お、KG さん来ましたね。KG さんに呼ばれましたね。はい。ありがとうございます。あ、WVU さんが出てる。はい、来ましたね。はい、ありがとうございます。これでね、来たんでね、これ赤がね、消えるとね、送信が終わるんですけども、まあ、このバーがね、終わるところですね。15秒で送信が終わったと。で、次に、ここ、7L4WV さんが出てるんで、これをね、読んでみましょうと。あ、こっち出てますね。上出てますね。上出てますね。どうでしょう。KG さんがね、セブンティースに回って、自分の場合は、これビット送ってるという感じですね。1168どこだろうな。一応ね、これ見ましょうかね。1168、松伏緑の丘。あ、ちょっとすぐわかんない。埼玉県だけど、ちょっとすぐわかんないですね。はい、こんな感じでやってます。で、重要なことは僕の場合はね、J1BGT で出てます。で、他の局はね、こうやって移動の方っていうのはポータブルつけて出てることが多いです。これはもう別にそのログの管理とかも含めての話なんでね、もうどれがいい悪いっていう話じゃないと思うんですけども、形式としては、FT8 の場合は、つけるとしたらポータブルをつけるかつけないか。OJM さんみたいにね、こう、数字でつけるっていうパターンもあるんですよね。Q エリアから出てる Q エリアの、ね、移動とかってもあるんでね。別にそれはね、いいんですけども、それで更新しやすい曲っていうのは、もうそれ時点でもう複合コールサインになっちゃってるんでね、素のコールサインと更新するのがもうハッシュ値を使った更新になっちゃうんでね、スラピーとかね、スラなんとかからね、呼ばれちゃうとね、ちょっとね、うまくいかないことがね、出がちなね、パターンなんでね、難しいんじゃないかなと思って、自分の場合はね、こういうね、形でやってたりします。あ、無理かな、WBA さんとかね、呼んだけど無理だったっぽいですね。ちょっと様子を見てみましょうか。僕やってるのはこれもうアクティベーションは終わってるので、もう別にそのいっぱいやんなくてもいいっていう状況なんですけどね、いっぱいやんなくてもいいんだけど、まあ P2P はね、取りたいんでね、送ってるって感じです。ただ、僕はこのアンテナで、相性的に近距離で飛ぶかどうかって言うと難しいんでね、ちょっとダメかもしれないです。だったら諦めるって感じでしょうか。ダメっぽいですね。ちょっと一回もうやめましょうかね。はい。こんな感じでやっていて、ダメっぽいので、一旦この辺りでクローズしようかなというところですね。2曲ね、アクティベーター曲出てるんですけども、ちょっとどうかな。今日、ここからここまで11更新ですね。今できたのが11更新でしたと。いうところでね、最低限をクリアしてます。はい。じゃあ、あとは、一応これ難しいと思うんですけども、7メガで3曲出てるので、ちょっとこれやってみましょうかね。CW。
はい、どうもありがとうございました。一応、まあ、本当はね、51機もないですけど、ギリギリできましたね。ありがとうございました。他にね、もう一個ね、出ているのがね、今、7006ですね。JN1 JYG 局ね、できました。ありがとうございます。で、どうだろう。7005は聞こえないか。7.5 どうだろう。できるかな。 JR2IA2ちょっと難しそうだな。はい、どうもありがとうございました。まあちょっとね、ちょっと首から投げてるね、アクションカムで撮ってるんでね、微妙なんですけどね、一応ね、更新できました。今ね、7.5 とか6とですね、7.8 にいる。ちょっときついかな。
はい、ありがとうございました。ちょっとね、ちょっときつかったんですけどね、今、これ違いますね。1個ね、ダブっちゃったな。これ今ね、419で送ったんでね、419で送りましたね。ありがとうございました。なんだかんだ言ってね、今ね、CW で3つできたんでね、これで終わりにしようと思います。どうもありがとうございました。はい、ちょっとね、この辺りでね、終わりにします。2時過ぎちゃったんでね、はい、この辺りで終わりにします。どうもありがとうございました。今日ね、こんな感じでやりましたけども、どうだったでしょうかね。22、ここから、11更新、FT8 11更新で CW が3更新ですね。はい。ねえ、こんな感じで終わりです。どうもありがとうございました。ちょっとこっちで、ね、やってなかったんですけどね。QRT。お、なんかあれ。QRT ですね。はい。ありがとうございました。あ、出てる曲いるけど、ちょっとね、あるんですけど、ごめんなさい。ちょっとね、弱いんでね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。ということで、これも、ラムログもね、一旦これで、ピュッと、終わりにしますと。これで、これも、キャンセルと終わりと。はい、おいしょ、ましたということになりました。こんな感じですね。はい、じゃあちょっとこれで片付けましょうということですね。わあ、なんかちょっとね、まあしょうがないんですけどね。はい、これで、よいしょ、今ね、パドルのね、ちょっと持ち方でね、ちょっとここね、暑いんですよね。ここ暑くてね、ちょっとね、ここね、ちょっと暑かったですね、今ね。なんか熱を持っちゃった感じで。はい、とりあえずしまってね、片付ければ OK ということで、なんとかしようと思います。このね、WVU さんのね、足パドルですね。これね、とても使いやすいですね。僕がヘタピーなんでね、たまにだけミスしたりしてるんですけども、まあ割とね、使いやすいと思います。なかなかね、入手するの難しいと思うんですけども、どこかで頒布で手に入れられるタイミングがあればね、
使ってみるといいんじゃないかなと思います。ちなみにこれはね、100均で買ったなんかイヤホンかなんか入れるケースですね。多分ね、100均のケースですね。これセリアかな。まあダイソーとかでもね、似たようなの売ってると思うんですけどね、そんなものを使ってたりします。まあじゃあドアも閉まっていきますね。ちょっとできなかった時に、まあ保険でね、考えたんですけど、じゃあちょっとこれでアンテナ片付けますか。くる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 。はい、これもちょっとこっちに入ってこない感じ。よし。まあ、今日ね、社債のね、予定だったんでね、一応テーブルとかね、椅子とか持ってきたんですけどね、こちらがね、日向なんでね、使わなかったです。はい。あと、モバイルバッテリーだけじゃなくてね、こういうポータブル電源は持ってきてるんですけど、まあ、あんま使ってないですね。まあ、これでね、使うこともできます。こんな感じでしょうか。あ、しまった。これ、つけっぱなしだった。これをね、回収しないといけない。これはね、こちらの方に入れて、入れときます。はい、ということで終わりです。はい、じゃあということでね、終わりましたんでね、帰ります。帰りますっていうか、所用の方に、ね、向かうんですけどね、ちょっとこちらをね、出ていこうと思います。はい、どうもありがとうございました。小山代理公園ね、更新結局できたのが FT8 が11更新で、CW ね、3更新できましたね。CW はね、すべて P2P をこちらからがね、呼んでみて、意外とね、更新できました。10W で飛ばしましたけども、で、ちょっと聞こえなかった曲はね、まあ、サクッと諦めという感じだったんですけども、だいたい2時ぐらいだったんで、まだあんまり飛ばない時間帯ですね。今日のコンディション確認してないんですけども、めちゃめちゃ悪いとことはないと思うんですけどね。この時間的なもので、昼間の時間、日照でですね、太陽の角度がとても直角に近いね、形でね、日差しが強い状態になっているところだと、やっぱどうしてもね、更新するのはね、近距離は特に飛ばない形になってしまうので、難しかったんじゃないかなと思います。どうもありがとうございました。P2P いくつかできたらね、やっぱ、嬉しいですね。はい、そういうふうになってます。ということでね、今日はそんな感じで終わりです。どうもありがとうございました。J1BGT でした。また次のところでお会いしましょう。さよなら。